今回は田園都市線ダイヤ改正ということで、3月にやったばっかじゃないですか。あれは確か東横線周りですね。待て、東武は今回ハブられてるだろ。ご老人に口答えするのもあれですが、ちょっと黙っててください。風船まだ28だ。さて、6月21日より大きく変わる田園都市線。特に準急の地位が大きく変化する改正になりそうです。早速、朝のダイヤから見ていきましょう。朝ダイヤは上下線数本の増発と、準急電車の新設が行われます。平日は上下線2本ずつで増発、内下線の引かれた電車は同じ運用となるようです。と休日は上下線計7本が増発されます。下線部の列車、東武線から急行として直通するこの電車ですが、もともとは田園都市線内確定として運転していたものを、渋谷始発7時2分発の中央林間行きとして分離してできたダイヤになっています。続いて夜ダイヤ。平日は上下線合わせて5本、と休日は下りで1本増発となっています。平日、と休日ダイヤで共通した増発がこの鷺沼行き終電直前の電車です。これは改正前の長津田行きを鷺沼まで延長したものとなっています。ではメイン1つ目、日中のダイヤに移りましょう。日中ダイヤでは1時間あたり2本ずつ、田園都市線内完結電車が新設されます。簡潔に言うならば渋谷市終着の電車の登場です。改正前は早朝深夜帯に渋谷始発と終着電車、と休日夕刻に渋谷始発の急行2本があるのみでしたが、これにより日中帯1時間10本だったものが12本に、線内限定ながら増発となります。さてこの電車ですが、先日のと休日の始発急行とは違い半蔵門線方面ホームから、そのまま中央林間方面へ折り返すというものではないようです。一例として14時51分に渋谷に到着する電車を見てみますと、約50分後の15時38分に渋谷始発の中央林間行きとして折り返しています。さすがに毎度上り線を埋めるという真似はせず、半蔵門線内まで改装させる模様です。改装区間の営業をしないのは渋谷始発ならではの需要を見込んでのことでしょう。メイン二つ目、準急増発、新設。今回の改正、東急では昼準、というキャッチコピーでアナウンスするほど準急が重要なキーワードとなっています。準急といえば朝ラッシュ時に、桜新町対比を省略して乗客の分散を図るべく2007年から運転されていますが、7年経った2014年、とうとう日中にも設定されることになりました。下り方面も新設されて平日には 12.5 往復、と休日にも上り12本と下り16本が設定されます。さらに新たな停車駅として南町田を追加、通勤向けの種別から名実ともに優等種別になることができるのか、準急革命が始まります。そういえば昔快速ってあったよな。一部車両はまだ出せるんだっけか。このコマですね。私出せると思いますよ。せっかくですしダイヤ比べてみますか。資料もあることですし。1968年田園都市線は、大井町から筑紫野まで開通しました。その年の10月1日に急行に先駆けて登場したのが、通勤快速です。停車駅は長津田、青葉台、多摩プラーザ、鷺沼、溝の口、二子玉川園と大井町までの各駅で、この通勤快速は朝ラッシュ時の上りにのみ設定されました。現大井町線区間が各駅停車となっており、同線に急行が登場するまでの間大井町線内は各駅に止まる田園都市線直通の、急行が運転されていたこともありました。1977年には月見野まで開通、新玉川線も開業し快速として渋谷乗り入れが開始、1979年には大井町線分離のため通勤快速は消滅、すでに日中運転していた快速が全列車長津田発着の新玉川線直通となります。それから半蔵門線が開業し、1983年1月22日に、通勤向け種別の急行が登場、10連化も行いました。翌年には中央林間まで開業し、現在の田園都市線の形が完成。設定から20年余り、田園都市線の成長を見守ってきた快速は、1996年4月26日、急行にとって代わり廃止となりました。晩期の快速と現在の準急を比較すると、あざみの停車、長津田から中央林間間の運転、ダイヤは両車も日中帯1時間おおよそ2本ですが、快速は終日運転されていました。平日上り12時台でもう少し細かく見ていくと、
1986年のダイヤではこのようなサイクルで、8本ヘッドの構成でした。それに対し2014年のダイヤでは14本ヘッドで、確定と優等列車の比率が4対3となっています。快速は暫定的な要素もあったんだな。急行が通勤種別として運用されていたのは覚えてるよ。8642F 先輩は登場当初東横線に投入されていましたからね。では、話を戻して乗り入れ先の半蔵門線のダイヤ改正も紹介しましょう。半蔵門線では主に既存の電車の延長を行います。ラッシュ後の9時台と夕刻の清澄白河行きを、すべて押し上げ行きに変更、これに伴い一部電車の時刻が変更となります。また、今回をもって夕刻の、急行清澄白河行きは消滅します。半蔵門線は以上です。最後は大井町線です。大井町線では夕刻の電車を上下線計6本、うちの休日の急行電車は鷺沼行きだったものを、長津田まで延長したものとなっています。朝にも鷺沼始発の B 確定を増発、休日のこの時間への B 確定進出は初めてのことになります。そして日中の B 確定は、平日下りが16時台に増発、と休日には上りが9時台から16時台での運転になります。今回はかつてのダイヤとの比較も交えて、紹介してまいりました。準急の利点を応用した日中ダイヤの大増発や、B 確定増加により、有意義なデイタイムをお届けいたします。田園都市線大変革が、皆様のお役に立てますように。お相手は私、長津田検借所属、5102F でした。